昨夜、姫路市の交差点で軽ワゴン車と軽乗用車が衝突する事故があり、58歳の男性が死亡しました。昨日午後8時15分ごろ、姫路市的形町の交差点で、右折しようとしていた軽ワゴン車と直進する軽乗用車が衝突しました。警察によりますと、軽ワゴン車を運転していた高砂市の58歳の男性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。軽乗用車を運転していた姫路市の19歳の会社員の男性は軽傷だということです。現場は信号機のない T 字路で、軽ワゴン車は市道から国道250号に入って右折しようとしていたとみられています。警察は事故の詳しい原因を調べています。